どうも、お盆にちらテアートの山下です。まあ、こうやって顔出しやるのは初めてですので、よろしくお願いいたします。いつもこういった感じでネクタイを締めて先生らしく教室やっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。こんな感じで今回はピッチャーの振り方について説明していきたいなと思います。結構こうグッパな感じで振るのは振るんですけど、まあ、もっと細かく教えてほしいっていう方がおられましたので説明していきたいなと思います。まずはそのグッパグッパで振る方法ですね。これはもう簡単で、グッと握ってもらって、ここ結構今力入れてます。そこから力を抜いてちょっとブラブラした感じですね。でその状態からこの2本の指を曲げます。そうするとこのように振ることができます。こう見にくいですね。黒見にくい、黒見にくい、シンバーが入る。そうするとこんな感じに振ることができます。でグッパで振る方法で一番やってはいけないのは手首で振る気持ちです。あたたくときはこのままグッパで振ってもらえばいい。次に、天持ちの人、天持ちの人なんですけど、これはこうじゃないです。手首でこうではないです。これはこの肘を支点にこう振る感じです。または肩から全体的にこう振ります。こうではないです。ここがポイントですね。こう振ると結構液体がチャコン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 しますので、このまま平行に平行に平行と、または腕を全体を使って全体に動かします。アートで描くと、まあ、こういう感じですね。こうではないです。グッパの人もまあこういう感じで、グッパの人は肘が上にとピッチャーが内側に持ちますので、ハンドレスを取ってなくても欲しいですね。ハンドレスピッチャーの人はこのように使ってもらって、この何でしょう、腕とまっすぐになるツボはないです。こうではないです。腕と直線上に注いでいくわけなんですで、こう持って、これも手首ではないです。肘を中心にこう振るのか、肩を使って全部でギッコ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 するかのどっちかで綺麗に振ることができるかと思います。で、ピッチャーを振ることでラインを出すことはできるんですが、一つ注意点がありまして、ピッチャーを振り出すと注ぐ勢いっていうのをよく弱めがちです。これはラテアートを始められる方のほとんどの方に起きる症状で、注ぐ勢いが弱いとカップの中で対流が生まれなくなりますので、ラインっていうのは出ずに、振っているのに白い液体っていうか白い泡がベタッと出るようになります。ですので注ぐ勢いを忘れないようにしながらちょこちょこと振ってあげるようにしてください。それが大事なポイントです。では、振ってみましょう。1回目にグッパで振って、2回目にペン持ちで、で、ハンドレスはないですので、ハンドレスの人は、まあ、2回目のペン持ちで振ってるのを見ていただけたらなと思います。それでは行きましょう。それでは入れていきます。ついでに牛乳はコークさん味わい牛乳
これ無調整をできるだけ使うようにしてください。無調整のものだと結構ダマになってやりにくいですので注意していただきたいなと思います。私は一応ブラインドシェーカーを使います。タイマーで止まるんですよ。その辺は便利です。あの家庭用のやつはこう止まるんでしたっけ、止まらないんでしたっけ、分からないですけど、タイマーで止まります。でこれ振るときにここに粉があると蓋閉めにくいですね。ちょっと払っていただいて蓋を閉めていただいて、このフォークボールのように持ちます。そしてそれをこう、そしてディストリビューター、これいいですよ、おすすめです。動画はこの辺、この辺からリンクが出ます。でこれを載せていただいて、こう前質問であったんですけど、この上をねじるんじゃなくて全部持って本体をこう回していく感じですね。置いて回してもらって、そしてタンピングです。ザ・フォースタンパー、変わったタンパーです。で押してもらえば OK です。でこういったワンボイラーのマシンで注意点は、この抽出温度は120度になります。ですのである程度お湯を出して温度を下げていただいてから抽出するようにしてください。またそれは細かく説明できたらなと思いますので、今回出していただいて、別のところで止めてもらって、この時に手のひらで温度を測ることが大事です。熱くなったらそう思って取れるようにしてください。ではまずはクッパからいきましょう。続いて手持ちでいきます。それでは手持ちでいきます。こうですね。でよいしょ、こうやって肘を中心に平行に平行に動かすって感じ。感じで絶対に手首は禁止です。手持ちであっても手首は禁止です。肘を中心とか肩で動かなければ2本の指を使ってもらってとても安定です。それと1点、
点中2個がありますよね。クッパの方はあまりピッチャーの上に親指を引っ掛けない方がいいですよね。じゃあ慣れてきたら安定すると思いますのでいいと思います。初めのうちは親指はもうこう横に添えてもらって振ってもらったらいいです。ぜひ挑戦してみてください。でグッパーで振るのかペン持ちで振るのかもうお好みですので好きな方法で振ってもらってアートが出るラインが出る方法で振ってもらったらいいと思います。当店舗では1対1のラテアート教室をやっております。さっきみたいな感じでどうやって振っていくかみたいな細かいこともやりますし人それぞれ注ぎ方っていう癖もありますのでその肘の出し方このカップを持つ方法のやり方ただそれによってピッチャーの持ち方や振り方などそれぞれ変わっていきます。本当にラテアートのやり方は十人十色ですので今は本当に1対1でできるだけそのそれぞれの生徒さんに合わせた方法をその場で見つけてお伝えしておりますのでぜひラテアートで悩まれている方がおられましたらぜひ一度お越しいただいたらなと思います。あと初心者の方で私は経験ないですけどどうですかっていう方もよくおられますがぜひともウェルカムですので本当に何でしょう時間をかけてラテアートを練習するっていうかもう3時間でちょっとやっていただいてもちろん家庭用マシンでできるようになりますので3時間でハートはできるようになりますのでぜひよろしければ一度来ていただけたらなと思います。また出張の方も受け付けておりますので気軽に本当に時間がないっていう店で時間がないっていう方や個人の家のお客様でも神戸に行く時間がないんだっていう方多いかと思いますのでその時は呼んでいただけたらなと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。